田投げた。タングとイブです。だってさ、本日の企画よっしゃ、こいっぽよっしゃ、言ってろよ。行くぞ、2021年 JCJK 流行語ワード伝言ゲーム。本日の企画、2021年 JCJK 流行語 NG ワードゲーム。本日の企画でございますけれども、皆さん NG ワードゲームってご存知ですか？知らない。知っとけ知っとけ。なんでやったことあるよ。確かに。NG ワードゲームって言って、まあ言ったらここにこういう風にこうパッとこうカードをこうやりました。でここに書いてある NG ワードを言っちゃいけないよっていうゲームなんですけど、言ったら死ぬ。デッドオアライブ。生きるか死ぬか。みんなどっち？みんなどっち？今回のテーマが2021年に JCJK の中で流行った流行語を NG ワードにしていきたいと思っております。今回テーマは俺らが決めるんじゃなくて、我らがマネージャー馬ちゃんが決めたワードを NG ワードとして。最近出たがりやろ。あの俺らが出てくださいって言ってんの。あの人が出たいです出たいですって言ってるわけではない。何かと都合いいよな。そう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 、確かに確かに、第三者がいてくれることによって助かりますから。今回は続けて続けて、今回は馬ちゃんが決めてくれた NG ワードを僕らがこう頭の上にこう掲げて、そのワード言ってしまった人が負けでございます。どうなっちゃうの、どうなっちゃうの。それ久々にやる、でっかい罰ゲーム。じゃあ次の撮影、挨拶ギャル、例えば俺があのギャルだったら、こんにちはモノパレットのアギントみたいな、自分なりのギャルを、ギャルを毎回変えてもらいます。3本撮ると思うんだけど。ということで JCJK たくさん見てると思うんですけれども、まあこんな言葉流行ったなとかって思いながら見ていただけたら嬉しいなと思います。それではやってまいりましょう。よいしょ、えい。さあ、ということで、はい、これから、馬ちゃんに NG ワードを配っていただくわけなんですけど、はい、ルーズリーフに油性ペンで書いてるので、うん、後ろに滲んでる可能性があると。なので、どうするか。そうだね。何枚目取るかも結構重要になりそうで、ゆきみさん、上から何枚目がいいですか？じゃあ、一番下。一番下。僕、じゃあその上で。今、一番下にある。じゃあ、俺、一番下。それでは、せーので、目を開けて、額の上に開けてください。はい。いいですか？はい。いきますよ。せーの。これをその人に言わせたら勝ち。なるほどね。じゃあここから、まあ、言わせるまで徹底的討論というかお話ですね。なるほどね。では2021年に流行した JCJK の流行語 NG ワードゲーム、用意スタート。 JCJK の流行語をそもそも知ってる？ちょっと見た感じ、あ、まあ聞いたことは大体あるなっていう感覚ではあるかな。俺、これマジで。うん、これ初めて見た。ちなみに、サンブさんが1位です。あ、1位 !1 位なの？リアルとさ、ネットさ、だいぶ違うよね。だいぶ違うね。これ多分リアルの方でしょ？うん。Wi-Fi が設定されています。とりあえず一旦謝ってくれよ。すまん。なんで謝るさ。ヒントかな？モノパレの流行語とかもちょっと探ってみる。何流行った俺ら。去年。ピエンとかね。あー。でもピエン多分、もっと前じゃない？2年前、3年前になってます。だから、ピエンは、2020年です。おー、2年前。流行ってる YouTuber とか。あー。あの、世間を賑わせた方々とか。あー。今年ってさ、コロナの関連で外出しましたと YouTuber さんたちが、謝罪動画とかさ、結構出たやん。そういうのとかって入ってないのか。空気悪いとか、そんなことないよな。それは流行らないんじゃない？ JCJK。JCJ。なんかちょっと、創作言葉みたいな感じ。そうそうそう。ちょっともじってる感じ。もじってる感じか。流行語大賞とかだったらさ、そういうワードが入ってきたりとかすると思うんだよ。マンボウとか。そう、マンボウとか。だけど、それって世の中の流行じゃん。はい、JCJK の流行語だから。あれは、嬉しい超えて、売れ D みたいな。あー、そっち系。天使超えて、天 D みたいな。あ、天使ね。でも普通に喋ってても多分言わなそう。言わないよ、ね。多分俺らがそもそも若者の言葉を使ってない可能性はある。でも、うなちゃん的には言いそうっつった。うん。言ったことある人は全然いると思う。これさ、ルール変更していい、うん、自分のやつ言ったやつから抜けていく、最後に残ったやつが負け、うん、3部的にさ、この2人見て俺どんくらい10のうち、これが10やったとしたら、うん、8で3 3! これは1、ま、1だね。 1! 俺言いそうなんだ。いいそう、めっちゃいいそう。これ結構高いの？結構高い。うん。ってかそもそもこれをみんな目にしたことするの？俺もう初めて見ました。何かすらも分からへんの？いや、分かる、分かった、分かるけど、多分表記なんだよね、これあれだね。だから言葉にするってなったら多分普通なんだけど、表記だったら特殊なんだよ。は？担任部のやつはえって感じ。え、俺が言ってんのは聞いたことない。あるよ。でもちょっと違う。バゲインってさ、例えばよ、身に覚えのないこととか言われたことあるやん。ある。なんて返す？お前昨日俺んち来たよ。
ってなる。でもそういうことよね。そういうこと、そういうこと。俺のはものの名称違う。喋り言葉そう。しかもさっきの会話にもヒントがある。うん。俺、誘導させようとした実は。天 C 超えて天 D って言った。ちょっと待って。おい D。おいしい超えておい D。俺なんだこれ。リムちゃんね、いつも使ってるちょっとした言葉をちょっと変えたら、てかまあ、いける。今後 YouTuber と言えばってあんま言いたくないけど、謝罪動画というか、なんかちょっとやらかした時にしっかり誠心誠意謝ると。いい例悪い例ってあるじゃん。誠意が見えないとか、タネム的にはどういう謝り方すんのかなみたいなのはちょっとやっぱ気になったり。リムちゃんいつも謝る時どうやって謝ってる？ごめん。ああシンプルにね。エペクスやってて。遅刻とかして。エペクスやって。総理違う違う違う、死んだ。じゃ起こしてもらってる今。 TY あー TY とか TY とかってないのかな。確かに TY 1分に1回ぐらい誰かの言葉の発祥を言っていきますね。はい。お YouTuber のトーアさんが生んでます。あーあれだ。3人組くらいのグループの人。へえ。うちら3姉妹。うちら3姉妹、ね、分かった。カワ F 違う。嘘でしょ。え、でもまあまあまあそういうこと、まあまあそういうこと、そういうこと、そういうこと、ヒントください。え、ヒント、もう本当にわけわかんないこと言われて、えって言ってた。なんだろう、えって意味不、あ、何々してもろて。正解。おほほほほ、流行ってるもんあったっけと思って、で、言いそうって言って、今自分の中であれを辿っててん、ずっとで、あげんやつ言ってたよ。で、あと何やったっけと思って、これや。こうやっていいよ、もう。じゃあ俺、じゃあちょっと回すわ。え、俺の子はもうそんなポピュラーなの？え、なんなのこれ、同レベル俺の中で。俺的に体感2年前だわ。なんなら俺ら2年どころじゃない前からこれ使ってるわ。うん。かつ、あの、これを言ってる人は俺パッと思い浮かぶ。うん。この中で一番俺言ってるイメージがなカンニングだった。ああ、俺だと思う。確かに確かに。次のヒントいきますね。はい。この中の一つのワードはですね、中町綾さんが作っている言葉ですね。多分3部だな。3部だ。受賞コメントとしては、何気なく言っていた言葉がたくさんの人が使ってくださり、とても嬉しいです。空気悪いとか、そういう時に場を和ましたい、みたいな、あれなのかな？これ？うん。アゲインに関しては本当にもうさっき言ったのが全て。わけわからんこと言われて、うん、パニックって言うか。え、じゃあ結構ネガティブな感じ。いや、ネガティブにさせない。ポジティブにさせてくれてる。でもこれも、それ。そんなの？うん。ごめんね、ちょっとカメラ外になりますけど、うん、俺がヒント出すわ。3人目のやつね。うん。ちょっとクソタクシー使おう。2人にね、刺さるよ、これは。あ、どっちもだね。どっちもありえる。え？もっしゃっきねー。この空気感が、で、さっきのが、で、これは、でも別に今の状況全部使える。え？何これ？え？いや、マジで簡単。手数出せばいけると俺は思ってる。なんかこれ以上ちょっとあんま言いたくない。謝罪させようとしてたから、その時の気持ちとかそっち系だもん。てか逆になんか言っても、これなんだってなると思う。で、そういうもん。次のヒントいきます。芸人の丸山礼さんが生んだ言葉が、上半期を代表する言葉になっています。上半期俺、これとこれの2強。うん。アゲイさん使ってましたよね。うん。使ってた！今使える。なんなら。俺さ、誰かに言う言葉。いや、うわ、言ってあげる言葉じゃないよ、うん、ぼやいてる。俺が使いそうな状況を再現してみて。アゲイン、アゲイン、うん、アゲイン、うん、これでしかないよな、うん、アゲイン、僕だよ。かけぎ、俺がじゃあ TikTok のカメラ回します、うん、アゲイン、アゲイン、ブリッコして、いつもみたいに。カメラ向けられたお前そんな冷たい反応するんか。首かしげたりするでしょ、うん、はい、もうアゲインはもうダメ、これ以上はダメ。ヒントいきます。先ほどの中町あやさんが生んだ言葉に関しましてはですね、女子中高生の間でどこまで崩してそれを言えるか友達を競うっていうので結構流行っていた。ああそうやわ。使う例としては、謝らなくてもいい時にあえて使う言葉。あ、絶対そうだ。それ踏まえて一回蘇生されたこと思い出してみて。申し訳ない気持ちがありつつも、うん、そんな謝ることもない。そう、シュマン、シュマンやん、シュマン、シュマン、シュマンを言わん、シュマンやん、そんなこと。よし来い。え、うん、その時なんて言う？すいません。カチカチ。おおおお。それもっとふてぶてしく。すいません。すいません。すいません。さっせん。おお。さっせん。さっせん。惜しい。惜しい。見ていい？え、もう見ていい？え、漢字書いたじゃないの？させんじゃない。さあ、させん。正解。さあせん。正解。正解。さあせん。あれやろ、あの、させ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 、あーすいませんって言うやん。そういうことか。じゃあこれよりめっちゃ簡単だぞ。難易度的にはここ二人結構むずい。気うまい、きたー。いいか、俺絶対分かった。はにゃ、正解よ。ここまで来たらどうでもいいわ。俺から当てさせたい。当てよう、当てよう、当てさせたい。
けど、すいません、ちょっと今までさ、C とか気持ちがあったでしょ。気まずい気まずい。どこが英語になってんだ。じゃあ Z? Z ってこと見てみは気まずい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 じゃなくて気まずいだし、切れそうなんだ。これもう配られたシーンの俺の負けがないということで、さすがは次回撮影3本分ギャルで挨拶していただきます。エンディング一回ちょっとギャルで一回ギャルでね、チャンネル登録のくだりギャルでやってみてほしい。はい、あれなかこうちら4個1の動画がおもろいと思ったらグッドボタンしてもろて、はにゃって思ったらバッドボタン押してもろて、はにゃって思わせてパーセン。この状況気まずいと気まずい。そうでは以上モノパレットでした。ギャルみんなバカやから。モノパレットフィフスアニバーサリーライブ、はい、ノーティーロイヤルがモノパレット初となるゼップ花手で開催が決定しました。結成当初から、はい、ゼップで4人でライブをするのがまた一つの目標だったんですよね。よく話してたね。そうなんですよ、うん、こういう5周年という記念すべき日に、はい、開催ができるということで、皆さんにね足を運んでいただけるように全力で頑張っていきますので、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ゼップ花田でお待ちしております。それでは以上モノパレットでした。遊びに来てね。